到着、内浦へようこそ。ここが何度も夢に見た内浦。空が青い、海が綺麗、感動です。大げさだな。そんなことないですよ。この日が来るのもどれだけ待ったか。そんなに来たかったんだね。もちろんです。浮かれちゃって子供ね。そういうニコちゃんこそ、足元の大荷物は何？海外旅行じゃあるまいし。女の子にはいろいろ必要なのよ。みんな女の子だけど、そこまで荷物が多いのはニコちゃんだけにゃ。もういいでしょ、別に。大丈夫大丈夫、今回はうちのホテルもチカッチの旅館も空いてるし、家族みんな応援してくれてるから。そんなこと言うとこき使われちゃうよ。じゃあみんな待ってるし行こっか。こんな感じなんだけどどうかな。いい、すごくいいよ。この曲を歌うアクアの皆さんが目に浮かぶようです。感動しました。わかる、私にも見えたよ。スローガンにもぴったりやし、これ以上のものは考えられないかも。ええ、想像していた以上に素晴らしい出来だわ。この短期間でよくこれだけのものを。やるじゃない、全員気に入ったみたいよ。よかった。もしイメージと違うって言われたらどうしようってドキドキしちゃった。いらない心配だった。そうよ、もし全員がダメだって言っても私が説得するわ。いや、全員賛成してるし。ではPV に使用する曲はこれで決定ということでいいわね。たくさんの人が見るんだから綺麗に撮ってよ。ラテン氏の羽ばたきをしっかりと目視録に記録することね、リトルデーモン。どこに羽ばたくつもりずら。それでどんな感じで撮っていくんです？しながら PV も撮れてお得だね。ねえ、どんなことを聞かれるのかな。うん、それしかないね。ではそろそろ始めましょうか。やらなくてはいけないことが山積みですわ。はい。というようなグッズをカナタさんと考えています。交互期待なんて。皆さんもよろしければ会場でお手に取ってくださいね。お願いします。私の夢は大好きを伝えるスクールアイドルになることです。誰もが自分の大好きをもっともっと発信していける世界になってほしいと思っています。それがとても大きな目標で、大変なことは承知しています。だけど大きな目標だからこそ頑張りたいと思います。かなたちゃんの夢はたくさんステージに立つこと。スクールアイドルをやってる時のかなたちゃんは一番わがままなかなたちゃんなの。みんなと楽しいことをたくさんやっていっぱい元気をもらいたいです。さっき
リコちゃんの新曲を聴かせてもらったので、ますます気合が入ってきました。二人ともあんまりハードルを上げないで。はい、今回は私から曲の提供をさせてほしいってお願いをしました。はい、今の自分からみんなに伝えたいことを全部曲に込めてみました。私の夢はステージに立つこと。そのいつも私たちを陰で支えてくれる人がいるんです。その人はとってもスクールアイドルが好きで、スクールアイドルみんなを応援したいって毎日頑張ってくれています。その人が少しでも喜んでくれるなら、どんなことでも頑張れる気がします。それに今がとっても楽しいから、だからステージに立ってその姿をみんなに見てもらいたいです。私の夢は、夢に疲れて落ち込んだり元気をなくしちゃってる人たちがもう一度夢を語れるような、背中を後押しできるようなパフォーマンスをすることです。私は昔夢につまずいて逃げ出してしまったことがあるんです。そんな時腕を引っ張って立ち上がらせてくれたのがチカちゃんとヨウちゃんだった。二人がいなければきっと今の私はいません。そして今はアクアのみんながいてくれる、ミューズや虹学のみんなもいてくれる。私は一人じゃない、支えてくれる人がいる。みんなが私にそうしてくれたように、私も誰かの支えになりたい、誰かの夢の手助けをしたい、そんな気持ちを伝えられたらと思ってます。